ガルバオン、ブエノガルバオンブエノは、ブラジルのテレビ局グローボの、スポーツアナウンサーである。フルゲームは、カルロスエルアルドドス・サントスガルバオンブエノだが、一般に、ガルバオンブエノと呼称する。現在は、グローボのスポーツ部門の長であり、会一、サッカーブラジル代表の公式試合、カンピオナートブラジレーロの主要試合、他、国内の重要なスポーツイベントのテレビ中継において、 メイン実況者を務める。サッカーのブラジル代表が24年ぶり4度目の優勝を果たした1994年のワールドカップアメリカ大会5度目の優勝を果たした2002年の日韓大会において決勝を含め主な試合の実況を行っているほか、会一のアイルトンセナの各タイトル決定レース、オリンピックの様々な競技など同国において スポーツ関連の多くの歴史的な中継で実況を担当している。1950年7月21日、リオデジャネーロ市にて女優の母親、ミルドレット・ドス・サントスとジャーナリストの父親、アルドビアナ・ガルバオン・ブエノとの間に生まれた。1974年にサンパウロのラジオ局でアナウンサーとしてのキャリアを始めた。その後、カゼッタへ、 コルド、バンデーラスといった国内の有力なテレビ局を渡り歩き、1981年にリオデジャネイロに移り、同国最大のメディア企業であるグローボで初めて仕事をした。TB、グローボにおける最初の仕事となったのは、その年のコパリベルタドーレスにおけるフラメンゴとウィルスターマーによる試合の実況だった。1983年、彼は、 グロボエスポートためスタジオドマラカナンの元ブラジル選手マネガガ品の死をカバーした。T.E.B. バンデーラス在籍時の1978年以降、一貫して会一の実況を担当しており、ブエノのスタイルはブラジルのテレビ局におけるモータースポーツ中継の様式を確立するものとなった。アイルトンセナが初めて会一のチャンピオンとなった1988年から、 事故死した1994年までの期間、そのほぼすべての優勝レースを実況したことで、ブエノの知名度は飛躍的に高まった。1992年にパラナ州のテレビ局、アマトブと1年の短期契約を結び、一時グローボーを去ったことがあるが、後に再びグローボーと契約を結び復帰している。復帰の結果、1994年5月1日の、 アイルトン・セナの死亡事故を実況することになってしまったのはセナと非常に親しい友人関係を結んでいたブエノにとっては不幸な出来事だったと言える。セナの事故死はブエノに大きな打撃を与えたが少なくとも実況においては以前のように情熱的なスタイルをすぐさま取り戻した。ブエノのスタイルはほとんどの時間を低く抑えたトーンで実況しつつ、ここぞという場面で 最上級の形容詞とともに事態を指摘していくというもので、その実況は極めて情熱的なものである。彼はまた、現在起こっている試合などについて、解説者らと意見を戦わせることを好み、時には自身の意見を述べ、ある時は解説者の解説を真っ向から否定してみせたりする。この特徴的な手法は、問題も引き起こしており、長年友情を育んでいた。 会一解説者ヘジナウド・オレーミとの関係に至っては、これが元でこじれてしまったのではないか、という声もある。ガルバ・オン・ブエノは、スポーツ、とりわけ、ブラジル代表の熱狂的なファンとしても知られ、実況しているうちに、単なる応援というには旅を越したものになることがある。しかしながら、サッカーの国際試合においてもオリンピックにおいても20年以上もメイン実況を務めているため、 ブエノの声とこのスタイルは、勝利との結びつきを自然に感じさせるものである、との意見が大勢を占めている。そのため、ことブエノに関しては、こうした独特なスタイルが、必ずしも即座に批判に直結されるわけではない。特徴的なセリフ現在、カルバオンは、ブラジルのスポーツ実況の象徴とみなされており、その名と顔と、声は、国内で広く知られている。一方、 同業者や視聴者からの批判にさらされることも多く、寄用方変を伴った存在であると言える。死去したアイルトンセナ以外にも、ロマーリオ、ロナウド、ペレホか、多くのスポーツ選手と親交がある。ジャーナリストのデジレ・ソアレスと再婚し息子を設け、親子3人でパラナ州のクリチバに在住している。前妻との間にできた2人の息子は共にカーレーサーであり、 カカアブエノとして知られるカルロスブエノ、同じくポポーブエノとして知られるパウロブエノ、共にブラジルで人気を誇る国内のストックカーシリーズに参戦している。ありがとうございます。